水はね、抹茶色、上から見たら抹茶色に見えるやつですね。まあ6月のね色です。まだまだらなんですけど、今はね抹茶色だし、昼間ずっとこの海は走り回ってたんで、その時も抹茶色と緑色がまだらなってたんで、ああ春が始まったなと思ったんだけど、上だけなんですよね。太陽光が当たって温まった部分だけが茶色いんで、魚を釣るって点で言えば全然何の悪影響もないんですけど、これがだんだんね濃くなってくると、夜にね酸素が薄くなるんですよ、この茶色い水は。それで釣れなくなるとか魚の活性が悪くなりますね。でも逆にそれ利用して風表でバシャバシャ水がやってたり、港湾部なんか顕著で、もう風表の護岸ですね、中にもガゼン魚集まってるんで、酸素が薄くなるっていうのも悪いってことでもないです。利用しちゃえばいいんで。釣れない、何にもベイトが映んないんだよな。6番目は水色、水の色ですね。水の色はまあいろいろあります。真っ白になったり抹茶になったり、まあ、緑になったり赤になったり、まあ海も湖もね川もいろんな色に分かれますが、自分の経験上一番魚釣ってて、まあ、状況がいいんだなって分かるのは緑色の塩ですね。まあ誰が見ても気持ちいい、やや澄んだ笹濁りっていうのかな、やや澄んだぐらいの緑色、まあ、これ植物性のねプランクトンがしっかり繁殖してて、もう透明度がないぐらいになっちゃうとちょっと行き過ぎなんですけど、笹濁りぐらいだとイワシとかサッパっていうねベイトフィッシュの餌がもうたんまりある状態ですんで、もう何かしらのベイトフィッシュがたくさんいるし、当然スズキもそれを狙ってね集まってきてるんで一番釣りやすいです。全国的にやっぱ春と秋にそういう潮がねやっぱ適温の時に発生します。で今度難しいと思われてんだけど、実は簡単だよっていうのが赤茶色の塩ですね。これも植物プランクトンで、珪藻プランクトンつって皮についてる赤茶色の苔と緑色の苔とかあると思うんだけど、その赤茶色の苔と、まあ、ほぼ、珪藻プランクトンは4万種類ぐらいあるんで、同じ種類ってわけじゃないけど、大きな枠で言えば同じようなプランクトンが発生した状況ですね。これもめちゃくちゃ繁殖すると赤潮になったり、一部毒性のあるものをね出すプランクトンもいるので魚が死んだりしますが、大部分はですね水を浄化するっていうか水を良くするプランクトンです。赤茶色であってもなんか見た目がうわー終わってるって感じになるんですけど、実は昼間でも赤茶色になるんで、で濁りが強いですから、魚が10メーター下とかにいたのがもうバースとかの柱では1メーター水深50センチぐらいのところにいたりするんですね。まあ、非常に釣りやすくて、やりやすいです。だから赤茶色の塩でバイブレーションを投げて沈めてボトムをゆっくり引くっていうことは、逆に言うとあんまり釣れないケースが高くて、赤茶色の時は表層で勝負することになるかなと思います。ただ大事なのは、それがそこまで赤茶色のプランクトンで覆われてるのか、上1メーターだけ赤茶色の、ね、プランクトンの層で、下はめちゃくちゃ澄んだ塩なのかってことも考えないといけないですね。人間は水面でしか見れないんで、一見終わったように見えるんですけど、でも東京湾はね幸い船の往来が激しいので、僕はいつもね通る船の後ろをよく見てます。特にタグボートって言われるタンカー引っ張ったりするボートは、下のね5メーターか7メーターぐらいの水まで動かすんですね。だから、まあ、レインボーブリッジの周りのね公園とかで釣りしてると、タグボートが引いてくると、6月7月のまっちゃっちゃな時期でも通った後に緑色の綺麗な潮がわーって湧き上がってるのを見ると、ああだいたい上1メーターぐらいが終わってんだなっていう、終わってるっていうか赤茶色でね難しいんだなっていう状況だと、逆に澄んだ綺麗な緑色の潮の方にスズキがいたりしますね。それからもう真夏のように全層赤茶色で、下の方はですねむしろその赤茶色のプランクトンが死んで悪い水になっちゃってるケースも結構あって、そういった時はもうその赤茶色の すぐ表層にいます。でなんで表層いるかっていうと、赤茶色の状態のプランクトンは光合成をして繁殖しているので、まあ、水中にある植物プランクトンは光合成をすることで水中の二酸化炭素と、まあ、水を使って酸素を作ってるわけですね。なので酸素量がめちゃくちゃ豊富なんですね。実は一見酸素なさそうに見えるんですが、日中はめちゃくちゃ酸素量が豊富です。実は地球にある空気の酸素の3分の2は海のプランクトンが作ってるんですね。地上にある森とかがなんか地球の酸素のね大部分作ってると思ってる人多いんですけど、それは3分の1ぐらいで、ほとんどはね海洋プランクトンの植物性プランクトンが作る酸素量が実は大半、3分の2って学びました。だからそれぐらいね酸素を生み出してるんで、まあ、そういったところの酸素量が多いところに特に魚が集まってきています。
。ただ逆があって夜はですね、そのケイ素プランクトンは酸素を消費するんですね。なので夜赤茶色の塩っていうのは皆さんやってる人は経験あると思います。赤茶色の塩は夜なかなか釣れないんですね。でなんでかっていうとやっぱ酸素量が少ないから水中の酸素をどんどん消費しちゃうんでなかなか釣れなくなってしまいます。で僕が一番苦手なのは、白い水です。主に、まあ、全国的に大きな川は真冬白いですね。白っぽい白緑の水が流れています。であれはなんでね白いかというと非常に細かい泥なんですね、粘土状ので。一回浮くと止水でも沈まないぐらいのマイクロナノ粒子っていうのかな、微粒子がこう舞い上がってる状態なんですけど、主にですねダム湖でそれが生まれてるんですね。昔は多分ダムがない時代はそういった成分は沈むことがないわけですから、雨が降って山から落ちてもそのまま川にね流れて出てったんですけど、今はですねダムがあるので一回ダムで受け止めちゃうんですね。で、まあ、沈まないと言ってもそれなりになんとなく沈殿しますから、ダムの底の方にいっぱい溜まってます。でそのダムが、まあ、夏はいいんですけど冬上がキンキンに冷えますよね、山の方にあるから。場所によっちゃ凍るぐらい冷たい水温になると、さっき言った上に冷たい水、下に夏の間温まった温かい水があると入れ替わるんですね。で入れ替わった時にダムの水は真っ白になります。でブラックバスなんかやる人だとねターンオーバーって全然釣れなくなるっていう状況ですが、その水がねずっと川を出てくるんですよ今度。だから大体3月ぐらいまで、昔は僕雪白だと思ってたんですが、雪がない時でも出てくるんでなんだろうと思ったらそういうことだったんですけど、まあねやっぱり魚は明らかに避けるんだなっていう推測ですね。魚の活性も低いし、なんか嫌ってるなっていう感じですね。であとまあ例外ですが青色の塩もありますね。青白っぽいバスクリンタっていうね人工的なような青白い水がねたまに東京湾出てくるんですが、出てくるのはだいたい盆明けから9月の一発台風が来て、台風に近い低気圧が来て吹き返しの北風が吹いた時ですね。これは何かというとやっぱり夏の間赤茶色のねケイ素プランクトンがたくさん東京湾発生するんですけど、そのケイ素プランクトン死ぬと沈んでくるんですね。で綺麗に水が循環していい海だとそれはねプランクトンの死骸も餌となってどんどん再消費されていくんですが、東京湾はですねやっぱちょっと水の流入と、まあ、汚染物質とかもあるのかな、下に溜まっちゃいます。でなんと水が腐るので、酸素もね奪われちゃって、貧酸素水ってもう魚も生きていけない死の水な状態が水深20メーターの辺のね5メーターとかに溜まっちゃってるんですね。でこの状態の水が下にずっとあるなら魚はいいんですけれども、東京湾はねこう北が塞がってて南が空いてる地形ですんで、夏の間ずっと南風が吹いてると基本表層の流れは湾口から湾奥に向かってるんで水の動きがなかなか生まれないんですね。なので湾奥の下の方にその死の水がどんどん溜まってきます。暑ければ暑いほど、天気が良ければいいほど、雨が降んなきゃ降んないほど溜まるんですね。でそれが溜まってった状態で台風が来ました、さあ北の爆風が吹きますよとか、結構雷雨の後の涼しい北風がビャーって吹くだけで表層の水が今度湾口に向かって風が吹けば流れます。そうすると何が起きるかというと、今度垂直方向を見た時上の水が流れますから下の水は対流で上がってくるんですね。その時にだいたい船橋、幕張、千葉、長崎ぐらいまでの一帯に青白い水がなんと水面まで出てきちゃうんですね。そうすると大変なのはカレイだったりハゼだったりスズキ、ボラ、まあ、その辺住んでる魚は当然酸素がない水がやってくるんで、まあ、大量に死にます。特にハゼとか彼は逃げ場がないんで大量に死んでしまうんですね。だからもう自分がね高校生の時から問題になってる現象ですが、まあ、未だねちょっと行政も直しようがあるのか、原因は分かってるのになかなか治らないって状況ですね。ただ昔からある現象、自然現象でもあると思うので、昔はね干潟がすごかったんでそういう状況でも干潟でどうにか生き延びたんですけど、今干潟がないがために魚の逃げ場がないので、たくさん死んでしまってるって現状じゃないかなと思います。だけどまあ釣り人はねそんな時でも釣りたいわけですよ。で自分はね青潮の釣りがめちゃくちゃ得意で、実はね青潮が出たってことは魚がいないエリアがはっきりわかるんですね。だから魚が残ってるエリアを探しやすいです。青潮が来ないエリアっていうのはやっぱり運河の奥の奥の方だったり普段めちゃくちゃ浅いところですね。下手したら日中干上がってて夜の満潮だけ水の中になるようなシャロー、そういったとこは当然日中干上がってますんで
地面がね空気に露出しますから土の中に酸素がいっぱい入るんですね。でそこに青潮が入ってきたとしても青潮が悪いんじゃなくて酸素量がないのが悪いんですが、シャーローはそこで一回大気に当たってるんで、どんどん泡がボコボコ出てで酸素を供給します。だからそういう酸素が多いとこもしくは青潮が来ないとこを探していくと、もうベイトから鈴地からごっそり集まってるんでめちゃくちゃ釣りやすいっていう事実もあります。そんな時まで釣るなよって今喋ってて思ったけど、まあ、釣り人はそういうもんだそういうもんでした。